任せとけって。数々の困難を乗り越え、ルフィは処刑台へと到達する。ミスター3の能力でエースの手錠を外すルフィ。それを阻むため、激しく砲弾を撃ち込む海軍であったが。処刑台が崩れる！何が起きた？エースはまだ死んでいないぞ！撃てや！処刑台ごと吹き飛ばせ！危険は生身だ！生きちゃいない！お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エース危険のエースが解放された。やったぞ麦わら。エースを奪い返したら引き抜くなルフィ。おう来ますよ。エースさん、ルフィ君。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。危険のエースは非ロギアだぞ。絶対に逃がすな。お前に助けられる日が来るとは夢にも思わなかった。ありがとう、ルフィ。白ひげのおっさんたちが助けてくれたからな。助かった気になるな。ここがお前たちの処刑場だ。弟なんだよ。手出し無用で頼む。危険と麦わらを処刑しろ。強くなったな、ルフィ。いつかエースも超えてみせるぜ。アイスブロック。あいつ。じゃあまだ今は俺が守ろう。下がれ、ルフィ。フェザントバック。強肩。今から伝えるのは最後の船長命令だ。おっとっと、よーく聞け、白ひげ海賊団。おめえらと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。白ひげ、随分長く旅をした。蹴りをつけようぜ。おっとっと、海軍。おっとっと、ハルチフ。ハッチャ。ふん。へへ。と。それ。ふん。ふん。なんだなんだ。